マングスタは、イタリアの自動車メーカーデトマソが1967年から1971年まで生産したミッドシップに座席スポーツカーである。マングスタはイタリア語で、動物、マングースを意味する。1966年のジュネーブモーターショーにおいて、バレルンガに代わる本格的な市販モデルとして登場した。 バレルンが同様にフォード製エンジンを用いながらも、今回はパワフルなアメリカ製 V8 を用いたことによってスーパーカーとみなされるものとなり、北米のフォード系販売網で販売された。マングスタとはコブラの天敵であるマングースを意味するイタリア語であるが、この命名の背景には同じくフォード V8 エンジンを用いてスポーツカー AC コブラを製作していた。 キャロル・シェルビーとアレハンドロ・デ・トマソの間で、マングスタの開発家、フォードからのエンジン供給をめぐって何らかのトラブルがあったためと言われている。マングスタのもう一つの特徴は、カロッツェリアギアに移籍直後のチーフスタイリスト、ジョルジェット・ジュージアーロが手掛けたボディで、ガルーイング式に開くリアセクションを特徴とした、野生味にあふれた豪快かつ繊細なデザインで、 ジ由ジアーロの傑作の一つに数えられている。エンジンは標準が289キュービックインチ305馬力であったが、米国向けは公害対策による性能低下を補うため 302CU インが搭載され306馬力を発した。ギアボックスは ZF 制5速で最高速度は時速 250km と公表された。マイングスタは アメリカ製 V8 エンジンを搭載しており、自製の V12 や V8 を搭載するライバルのランボルギーニ・ミューラ、フェラーリ 365GTB4、マセラティ・ギブリなどと比較すると価格は割安で、エンジンの調整も比較的容易であったが、重いエンジンによって、前後重量配分は32、68と極端に、テールヘビーで、直進性や操縦安定性には、 問題が残っていた。また、最低地上高もスーパーカーの中でも低く、街乗りには最新の神経を使う必要があった。アメリカへの輸出に際し、初期の車はシートベルトがなく、ヘッドライトが連邦規制より、はるかに低い位置にあったが、少量生産であるため免除制度が適用された。この免除の期限が切れた後、ヘッドライトは、 固定式の丸型4等から2等のポップアップ式に改められた。この構成では推定50台が生産されている。ゼネラルモーターズの副社長であるビル・ミッチェルのための1台はシボレーエンジンを用いて作られた。生産コストがはるかに低い台北輸出の戦略車種パンテーラが1970年に登場したことを受けて、 マングスタの生産は1971年に打ち切られた。合計401台が製造され、約150台がヨーロッパ向け、残りが北米向けであった。現存台数は200台以下と言われるが、ヒストリックカーとして陳調されている。日本にも1970年代半ばのスーパーカーブーム当時、シーサイドモーターなどの専門輸入業者によって、 何台かが輸入された。マングスタは、デトマソ P70 のシャシーを改良して用いている。シャシーのベースはバレルンガである。これを元にした、デトマソ P70 のシャシーを、さらに改良し、マングスタに用いている。1964年の終わり、キャロル・シェルビーは、キャン・アムレースにおいて、シェルビー・コブラの競争力を維持するべく、新しいレースカーの製作を考えた。 シェルビーは、アレハンドロ・デ・トマソにコンタクトし、両者は合意。ピーター・ブロックのデザインをもとに、デ・トマソ側で開発がされたが、シェルビーは、デ・トマソ側の当初の仕上がりに満足せず、設計作業を行わせるためブロック率いるチームを、イタリアに送り込んだ。このことで、デ・トマソとシェルビーは対立。また、フォード289エンジンを拡大した7リットルエンジンを、 制作する合意であったが、開発は進まなかった。最終的に、シェルビーは、フォード GT40 の開発に移り、プロジェクトは終了した。デトマソは、カロッツェリアギアに P70 のプロジェクト名で、開発されていた車の設計を完成させるよう、依頼した。完成した一台の車は、 1965年の鳥のモーターショーでギアデトマソスポーツ5000として発表された。その後、デトマソは P70 のスチールバックボーンシャシーを変更し、ギアのジョルジェット・ジュージアーロによって設計されたマングスタのベースとなった。マングスタは1967年に生産を開始し、同時にデトマソはギア社を買収した。 マングスタの名前は2000年代初頭にクアレ・マングスタとして復活した。当初この車はコンセプトカー、デトマソ・ビギュアとして登場、後にかつてと同じデトマソ・マングスタと改称したが、デトマソとビジネスパートナークアレの間で商標をめぐり、争われた結果、クアレの名で市販されたものである。限られた数のみ販売された。ありがとうございます。